エボシダイカは、鈴木木、イボダイアモクに所属する魚類の分類群の一つ。未成魚が、クラゲや流れもについて、浮遊生活を送ることで知られるグループで、エボシダイ花びらウオなど3族16種が所属する。加盟の由来は、ギリシア語のノーミスから。エボシダイカの魚類は全て海水魚で、世界中の温帯から熱帯、亜熱帯にかけての海に幅広く分布する。 日本近海からは少なくとも山賊8種が報告され、スジハナビラウオなど一部が食用として利用される。多くのイボダイアモクの仲間に共通する特徴として、エボシダイ類のコチ魚は、クラゲや流れ藻に帯同した、浮遊生活を送る。生魚は深海に移行し、中層あるいは低層で暮らすと見られているが、詳細な生活史は、よくわかっていない種類が多い。エボシダイ科の仲間は、 左右に平たく側平たし、体型は円形から楕円形まで様々。体長10、30センチメートルほどの種類が多いが、大型種では1メートルを超えることもある。糞は尖らず、柔らかみを帯びる。おつかぶに肉質のキールを持たず、禁煙の大目目大化、毒うろこいぼ大化との間別点となっている。 背びれは二つあり、第一背びれは92本の細長いトゲ状、第二背びれは03トゲ1532難状で構成される。尻びれは13トゲ1430難状で、腹器は制御にも存在する。エボシダイカには、ネルソンの体系において三属16種が認められている。エボシダイのオミアスグラナバイ。全世界の熱帯海域に広く分布し、 しばしばカツオのエボシと帯同する。クラゲの司法による攻撃を免れる上に、触手を捕食することさえある。花びらをすんずパルウシディス。主に幽霊クラゲやイボクラゲと共に生活する。ありがとうございます。